こんにちは、即果塾の久保です。たこ焼きは、あったかいと、もちろん美味しいんですけども、たこまるさんのね、たこ焼きって、幕の内弁当みたいに、こう、冷えていても美味しいんですよ。で、大抵たこ焼きって買った直後にみんな食べちゃうから、あえてね、冷まして食べようと思わないでしょ。でも私思うんですよ。こうたこ焼きね、今、これ完全に冷えた状態です。冷たいです。もちろんこれから温めますけども、冷たいんだけど、 うん、こうねキャベツのシャリシャリ感っていうんですかタコのグニュッ感ですか歯応えそれからソースと青のりのハーモニーがふわっとね口から鼻に抜けてああ今年もたこ焼き食べたなーと思いました1年で私の食べるたこ焼きのパック数って大体50パックぐらいだと思うんですよ 50パックで6個入ってますから、300粒結構食べてますよね。これもね、たこまるさんのおかげです。ありがとうございます。毎週土曜日は、だいたいたこまるさんにお邪魔して、たこ焼きいただくのがね、我が家のこの5年間の習慣になってます。途中で、大和くんが生まれて、 二人で行っていたタコ丸さんの旅も今は三人でということになりましたしここのところね毎日っていうか毎回タコ丸さんにお邪魔すると店主の信人さんとそれからたこ焼きを焼いてくださってる清美さんとこういった人と人との関わりも大切だなと思えるようになりましてなんかね家族が そこにいるみたいな感覚ですよね。だからね、私もね、ことに応じて、たこまるさんのたこ焼きを人にお知らせしたいなと思いまして、今回も冒頭でたこ焼きを食べております。はい。で、この動画はですね、店主の信糸さんから、今年もお世話になりましたということで、メールをいただきましたんで、その返信動画として撮らせていただいてますけども、ご存知の方もいると思いますが、 私の運営している速塾今までいろんな飲食店さんそれからエステの方さまざまな、えー、コンテンツを持っている方のことを紹介してきましたしこれからもそうしますたこ焼きに関しましてはね大阪にあったたこ焼きすぎちゃんっていうそういうふうなたこ焼きさんがあったんですけどもあのー、私の動画を見てねコメントをいただいたそのすぎちゃんのところにサプライズでお邪魔して「こんにちは」って言ってね たこ焼き焼いてるところでびっくりして、スギちゃんは奥さんまで呼んできてね、よく来てくださいました。でも来てくれると思いましたみたいな感じだったんですけども、私ね、こういう風にね、店をやってると聞くと、飛んで行って応援したくなっちゃうんですよね。今までも、北海道の、えー、まあ、アロマの、アロマエステの店、それから、サトルさんっていう方のね、キッチンカーの紹介、うん、ハウスジョンン社員、音楽堂、 みたいなところを、あのー、アンジーさんのこととかね本当、まあ、担い切れないぐらい多くの方を紹介してきましたで今はね、あのーまあ、こういった社会情勢もありますんであんまり遠方にはいけませんけども、えー、私の住まいからね比較的近い20分ほどでついてしまうたこ丸さんのことをたびたび紹介させてもらってます本当にね仲良くしていただきましてありがとうございます信とさんそして清美さん おかげさまで今年も一年素敵なたこ焼きライフを送ることができましたしあ来年もこのたこ焼きに触れることができるんだなぁと思いますと本当に嬉しくてワクワクしますねはい話は長くなりましたけども言いたいことは一つありがとうございましたということなんですよ来年もよろしくお願いしますまだまだ今年は残ってますんでしっかりとねお互い楽しみながらやってい <laughs> きたいと思いますんで <laughs> たこ焼き溢れちゃいました。ちょっとすいません。はい、ありがとうございます。えー、以上でございます。どうもどうも、また、お会いしましょう。うん、本当に、気持ちはね、まだまだあるんです、溢れてるんですけども、たった一言、それを、表現した言葉、ありがとうございました。今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いします。ちょっと早いですけどもね、いよいよどうしよう。いってらっしゃい。